両方君注文やけどね。これは、チキンステーキカレーでしたね。来ました、1キロカレー。さっきは差を見ると巨大戦艦なんです。さすが、いよいよとどめですね。フードファイターやもんな。どうも、バロンズ天瀬です。こんばんは。こんばんは。お腹すきましたか？めっちゃすきました。じゃあ今日は美味しいご飯をご馳走したいんですけども、ちょっと正面撮ってもらいたいんですけども、先にね、2品の中から1品選んでいただいたんですが、本日もね、視聴者コメントやってみたシリーズでございます。はい。しかも、今回もね、JR 高槻駅周辺のめちゃくちゃうまいカレー屋さん、はい、これはね、視聴者さんでね、お会いしたことある方、面白いお兄ちゃんなんですけど、で彼が、すぐ近く、実はカレー屋さんが2つあるんでね、高槻駅には。1つがバスコダガマですね、はい、バスコダガマご紹介しましてね、であそこは混んでたら待つのが嫌だから、もう1個のそっち行って1キロカレー食べてますと、うんうん、腹いっぱいお腹パンパンにして帰りますって言うんですよ、うん、1キロカレーまあよう食べるなと、うんうん、まあ我々2人大食感じゃないですか、はい、でここは共同プレーでね、はい、頼んでみようかなと思うんですけど。いいですね。余裕、一人でもいけそう。いけそう。いけそう。いけそうか。僕ではちょっと少量にしといて、で君が1キロカレーにしといて、はい、で無理やったらこっちに回すみたいな。わかりました。ね、ちょっと保管システムを作動しないと、お互いね、いけるいけるって2キロにすると後がやばそうだもんね。やばそうですね。僕は普通ぐらいにちょっと少なくしといてね。はい。受けていくと。食べなさい、全部食べてくれていいから。はい。というわけで、ね、そのカレー屋さんをご紹介したいと思います。はい。はい、もうこれ今 JR の高架下をくぐっておるところですから、もうすぐ着いちゃうんですけども。はい。まあね、あのお腹が空きすぎてどうしようもない、もう一直線でね、もう行こうと。そうですね。はい。というわけでですね、まあ、ちょっと高槻の夜景を見ていただきながら速攻車止めると。まあそういう状況でございます。はい。まずは駅前ですね。はい。高槻の駅前、JR の方でございます。赤信号ですね、皆様救われましたね、はい、ちょっと雰囲気が取れるかもしれません。この辺もね、道路が広がるなんでね、合計で、そうですよね、3、4、5、5車線めっちゃ広なりましたよね。広なりましたよね。まあこの辺はね、我々の職場みたいなもんですから、はい、まあ、しょっちゅう通っておるんですけども、はい、はい、まあこの辺ね、高槻のど真ん中ですね、栄えましたね、まあ、我々のいるところは常に栄えていくというね。いいですね。いいですね。ありがとうございます。その栄えていく、気持ちのないお言葉ありがとうございます。はい、もうお腹空きだから。うまいなと思う。もうお腹がね、空いてどうしようもないということでね。しっかり食べていただこうかと思います。ありがとうございます。まあ食べるの好きやもんね。はい、大好きです。もうなんか楽しいですよね。楽しい。もう食べるのが一番幸せ。食べる、寝る。寝る。が幸せです。食べて寝るぐらいでいいけど、今日はね、お休みですから、この帰って寝るだけですよ。はい。よかったじゃないですか。いい夢見れそう。もういいや、なるほどね。夢見れると。ここ右ぐらいにもね、駐車場があったかと思うんで、ちょっと見てみたいと思います。はい、あ、ありましたね。ありました。速攻。空いてます、空いてます。即駐車でございますね。はいはいはい。7番がいて、7番に止めましょうか。いやちょっと無理やったな。おっと狭っ。ちょっと待って、一回切り返そう、はい、狭っ、スレスレやん、スレスレですやんか。すごい、2回で行けた。まあね、車がコンパクトなだけでね。はい、そうしましたらね、はい、今からちょっと暗いですけど、お前ちょっと開けるわ。そしたら今からね、カレー屋さんに行ってみたいと思いまーす。はい、それで行きましょうか。美しい車やん。ね、もう高槻でございますよ。明るいな、高槻。あ、え、そう？はい。もう住み慣れた、あ、住み慣れた街なのになぜ急にそんなこと。家の周りよりやっぱ明るいなと思って。まあまあね、高層マンションもね、建ちましたからね。はい、うんうん、はい、じゃあ行きましょうか。まあ、こっから歩いてね、3、4分もしないと思うんで、
気楽なもんでございますよ。はい、ちなみにお腹、君のヘリ度って何パーぐらいな今？99%ぐらい。まあ完全にないと。でそういう場合は、ご飯の量でいったらどのぐらい食べるんですか？3合とか5合とかイメージとしては。そうですね。2合、あでも3合ぐらいですかね。3合では何グラム？1合が200やから大体600。でそれで1キロカレー食べるの？400g 足りへんよ。なんかカレーだから勢いでいけるかなと。なるほど。まあ行ってみましょう。そんな感じしますね、カレーって。まあ、カレーってまあ飲み物ですからね、ある意味ね。うん、余裕やと思うんですけど、はい、冷静な計算をすると全然計算が合ってへんじゃん、この不安感がね。だから5合って先降ったのに。5合で食べたことないな。うん、5合で1キロやんか。そうですね。大丈夫かな。なんかちょっとご飯とルー合わせて1キロなんじゃないんですか。いやそりゃそうや。いやだから1キロ胃袋入るかって 99% 空いてんやろ。固形と液体やから大丈夫かな。もういや理屈がよくわからないけどまあ食べれるってことですね。はい、はい、ありがとうございます。見えてきましたね。はい、まあまあ僕ら知ってるよねですよね。そうですね、まあ、その方も高槻の在住の方なんで、はい、まあそれは知っとるわいというね。そうそうそう。でも皆さん知らないかもしれない。これ実は駅のすぐそばなんですよ。目の前が JR 高槻駅なんですね。このロータリーにあるというね。はい、もう名前見えてきました。はい、ライオンカレーさんですね。はい、ライオンカレー営業中で看板ほんまやね。ちょっと待って。じゃあ入ってみましょうか。はい、1キロカレーだ。うわ、スープカレーうどんやって高槻。うまそうやな。入りましょう。はい、今日僕はこれが食べたかったね。これと、そうです。あとこれですね。すごいですね。1キロバラエティカレー。隣に百獣のカレーというのもありますよ。頼んでよかったね。どっちもよかったね。これと、ね、キロできたとこれを食べたかったね。はい、ありがとうございます。今日すごいよ。これも美味しそうですね。これうまい。スープカレーうどん高槻店限定。うまい。まあ両方黄身注文やけどね。これはチキンステーキカレーでしたね。はいはい、あれ美味しそうやんか。はい、どうぞ。うん、いやそれ映ってないって。これしてくれていいけどね。いや映ってない映ってない。もうちょっと下でやってくれて、ありがとうございます。いただきます。来ました、1キロカレー。さっきこう差を見ると巨大戦艦並みやな。大洪水や。グラム数でいうとご飯が500、カレーが270、おかずが320。おお、1キロですね。とんかつ、ソーセージ、真ん中はチキンカツ、まあ、いろいろ入ってると。ナンバーやね。はい、じゃあ召し上がってください。いただきます。すげえな、なんか全然いけそうやけど。お味だけ教えてください。はい、ルーは同じかな。同じか。じゃあ一緒に食べましょう。ルーは交換して食べる。いいよ、後で食べる。うん、もうややこしいな。チキン南蛮のカレーって面白いね。うん、初めて食べる。あ、おいしい。今で半分ぐらいかな。そうですね。余裕。うん。余裕です。うん。美味しい。こちらも空でございますね。うんうん、さすが、いよいよとどめですね。
まだ食べれそうだね。いや、でもこれ食べれたちょうどぐらい。ちょうどぐらい。ちょうどお腹いっぱい。さすが。フィニッシュまでちょっと取らせてください。白ご飯だっていう。たぶんカレーがちょっと尽きた。ちょっと配分が。おかずも多かったもんね。先にカレーをいっぱい食べすぎました。まあ、でもまあおかずで支えれるから。うん、まもなく完食ですね。視聴者さんに言うときは私を舐めんなよ。いくらでも行くぞ。フードファイターやもんな。いやいやいや。行った。さすがやね。よ。ベリーヨーグルト&ペリグラノーラ。ベリーにベリーかけてるの。そうなんですよ。さっぱり美味しいですよ。そうなんや。好きなんや。うん、そう。最近ちょっとこれ。ハマってるの。あったら食べてます。さすがギャル。で、いや、1キロカレー食べてどうでした？余裕でしたね。余裕でしたね。そこがすごい。ちょっとまあ後半あのチキン南蛮はちょっと重かったですけど、とあと時間の経ったウインナーは、油が回っちゃった、うん、だから初めに次攻略するとしたら、うん、先にウインナーと南蛮を食べてしまっといて定食気分で、はい、カレー抜きで、うん、それでゆっくりチキンカレーを楽しむっていうのが、うん、一番こう最後こうさっぱり食べれそうな、うん、ただあのトッピングで変えれるから最初から普通のカレーを頼んで自分の好きなやつをトッピングしていったらいいんですよね。うん、うん、そうですね。ね、だからあのもう一個頼んだ岩塩のチキンステーキにあとウインナーと、うん、とんかつとかね、チキンステーキ乗っけてで結果1キロにするみたいな、うん、ご飯も500とか決めれるから。でも実際美味しかったですね。美味しかったです。カレーとご飯すごい美味しいよね。めっちゃ美味しかった。もうほんとあの飲み物みたいの飲み物ね、うん、カレーを飲み物ってザンマさん言いましたけど、うん、ほんまそんな感じでした、うん、別にねキロ関係ないもんね。でまだ食べてますけども、うん、まだなお足りなかったというね。素晴らしい。なんか褒めるとこ置かないですか。カレーが、うん、スパイス強すぎるとちょっと食べにくいですけど、うんうんうん、でサラサラサラって食べれるからお腹いっぱいになってもこう嫌な満腹感じゃなくって、うん、あ食べたよかったみたいな、あ気持ちいい満腹感。そう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 です。引きずってないね。はい。ああ確かにね、うん、なんかこうヨーグルトでね口をさっぱりしようとか、うん、コーヒー後で飲もうみたいな、うん、はい、そういう余裕があるって。そうですね、ドーンと来ないとね、うんうんうん、いうほど、うん、結構油も多かったのにね。そうですね、カレーがうまく消してくれたんかな、うんうん、まあ、というわけですね。ちょっとあのまだ食べてる撮影で申し訳ございませんけど、まあ、ちゃんとコーヒーも買いましたしね。ありがとうございます。はいはい、まあ、そういうわけですね。あ、じゃあ君はコーヒーじゃなくて、ま、ほうじ茶ラテ、ほうじ茶ラテ、ほうじ茶ラテ、うん、ということでね、はい、本日は、ライオンカレーさん、はい、高槻 JR 高槻駅前のすぐそば、はい、ロータリーのすぐ横、はいはい、皆さんね JR 高槻駅に着いて、即まだ消えた、ちょっと待ってや、あ着いた、じゃあそう、はい、JR 高槻駅を着いて歩幅前進でもう見えます。もう間違いなく到達できる徒歩1分圏内のカレー屋さんということでね、はい、よかったらぜひね、あの1キロカレーだけじゃなくて、うん、あの百獣のカレーとか、あれ気になりました ね, ね、普通 の, あの牛すじカレーとか、はい、ね、あのトッピングで僕の好きな目玉焼きとか、うんうん、生卵とかもねご用意されてるので、うん、よかったらね自分なりのアレンジしたカレーを一度召し上がって、はい、あとでスパイシーですけどそんなに後引く辛さじゃないんで本当に食べやすい。そうですね、めっちゃ食べやすい。ちょっとね学校の給食思い出すようなねドロットカレーで僕も好きだったんで、うんうん、また行こうと思います、うん、そしたらね、これにて失礼します。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ザマスチャンネル。間違ったよ。これ株式投資三本本。ほんまや。注意してよ。あのまとめ方ちょっとちゃうでって取り直しやでって言ってよ。いや私もちょっと食べるのに夢中になってしまって普通にありがとうございました言ってしまった。それでは失礼します。バーイ。バーイですね。うん、頼むでしかし。何？再びあの
ちょっと間違っちゃう、うん、バージョンが出て、うん、いやさっき撮ったばかりだね、あの株式投資担保ね、うん、そうですね、うん、でよく考えたらこれ俺映ってへんそうなんですよ、うん、最後ちょっとおまけで、あおまけで撮っとく、うん、しかしまあ思った以上にうまかったわ、美味しかったです、想定以上に、それほうじ茶ですよ、あごめん酢やんこっちや、いいんですけど飲んだ時にびっくりしはると思う、うん、いいんですけどってなんなんもじゃあいいでええやん、あまあええけどもいいですけども、うん、ねもう牙を抜かれた百獣のバロンザーマスですよ、ふんで返さへんとこまたね、すげえ牙抜かれてるんですか、抜かれてへんでしょ、やればやもほら、うん、まやこっちかけてるけどこっちから見てないなと思いました、うん、そうちょっとね事情があって折れたんですよ、あら片方の歯で今頑張ってるんですね、いやいやいや抜けたわけじゃないから、まあ、刃かけちゃったね、うん、どんな設定なのちゃんとありますから歯大事、芸能人歯が命やからね、うんうん、虫歯あるけど言ってへんけどいいわよ、ヨーグルト音だけよかったら食べてみてください、美味しいですよ、うまいのそのね、うんうまいな、でしょ、ザーマさんのいちごヨーグルト好きじゃないですか、うんうんうん、あれのあれにあれみたいな感じ、うん、あれのだけど、うまいな、はい、今度買おう、でしょ、おいくらしたん、290円、290円はい、悪魔みたいなイチゴやの、イチゴちゃんはヨーグルトやね、うん、儲かってんな、スタバですね僕が大好きな朝食食べてる牧場の朝って3つで89円いや、あれも美味しい、ね、でも3つで89円ですよ、うん、でも1個じゃ足りひんから3つ食べちゃいません、ね、まあまあ、僕も結構食べます、うんけどそう考えたら8、3、24でしょ、はい、8、4、32でしょ、だから単純に10個分ぐらい差があるってことね、おー巻き輪の朝 10vs それぐらい、お腹いっぱいになりますね、運転手さんのこと考えてやるよと思って、こんなおこんなんなる、3本3本3本と1個乗っかって、はい、はい、もう町とそれ1個の値段と同じやん、うん、それは運輸関係こっち運びたいな、儲かるわな、そうですね、うん、すいません、もうトラック業者しかも勝手に独立して個人でやってました、ね、すごい、うん、ね、質量単価ってですね、うん、1キロあたりの価値の高いものを運び運ぶ道具じゃないですか、あー確かに、だから最後交渉でトラックで金運びますってみんないろいろ言ってたもん、ヤワゴンでいいわって断られてそりゃそうやんね、うん、いや積みますって言って、うん、空いてるんすよ2台が、うん、若い子は懐かしいな、そんな時から頭使ってたね、すごいですよね、すごくないよ、頭使うんだって生きていかれへんかったやん、うんうん、今だからこののんきなことできてんのありがたいこと、はい、ごちそうさまでした。